わあ、めっちゃ光っちゃうね。ちょっと下がったら大丈夫かな。こんばんは。ゾウの抜きをめっちゃ白飛びしてんのよ。元気？さあ皆さんにとっても朗報です。じゅん。私も今どうやって配信してるでしょうか。なんと携帯が1台しかない私が今手元に携帯があるんですよ。どういうことでしょう。あれ待ってた。そうだった。自分で iPad とか言っちゃったんだった。やべやべやべ。そう、実はですね、あの私の高校が iPad を使う高校だったんだけれど、そう、なんか契約をするとそのまんま iPad を買うというか、買い取り、なんて言うんだろう、そのまま買って自分のものとして使うことができてですね。そうでね、すっかり最近それを忘れていてですね、私は。そう、高校もとっくに卒業したんだけど、そういえばと思ってやってみたらばできました。なのでこれから iPad で配信できることになりました。そう、一応忘れてたの。そういえばできるんじゃんかと思って。そうなの。なのでこれからちょっと携帯をいじりながら配信ができるという、素晴らしいでしょう。素晴らしいでしょう。いいでしょう。だからそうなの、歌詞見れるのよ。そうなの、歌詞が覚えれないで有名な私。そう、歌ったりした時に歌詞を見れるんですよ、この携帯で。前髪を開けてるの可愛いね。やったー。リーン。嬉しい。最近頑張って伸ばしてるんだ。そう、卒業したの1年前なの、忘れてた。そういえばそうじゃんかってなって、そう、 iPad ショールームデビューを果たしました。そう、え、嬉しい、前髪やった。そう、でもやっぱり普段さ、今までずっと分けてこなかったから、なかなかね、お癖が落ちかないもので、本当はこうなってほしいんだけど、なかなかね、言うこと聞かないの。今日はね、毛が言うこと聞かない日でした。うん、そう、めっちゃ忘れてた。え、伸ばしてる？お揃いだね。一緒に頑張ろう、伸ばそう。こっからが長いんだよね、全然伸びないんだもの。本当？え、嬉しい。優しい、みんな褒めてくれて。前髪食べたい、中井ピーボイス。ひかちゃん、ひかちゃん前髪食べたいって言ってくれる。前髪おそろ、え、本当？結構今みんな伸ばしてる子多いの？やった。ちょっと意思が通じちゃってる、嬉しい。分けてんの可愛すぎて泣ける。泣いてくれるの、分けてるだけで。優しい。わかめ食え。間違いないね。ちょっとわかめを食べたいと思います。お、おしゃべり会の不具合の分のやつ来た。あ、ねえ、なんか言ってる子いて嬉しい、楽しみ。
よかった、振り返りできて、本当に振り返りというかお問い合わせができて、早く話したいね、ルンルン、楽しみ。いいですね、聞いたくなって切っちゃった。いいね、そう、かわいい、短いのも似合う、かわいい、嬉しい。ちょっと最近は頑張ってるんですよ、見守っててください。けど多分もうそろそろ知ったら切っちゃうかもでも本当はね、伸ばしたいけどね、だんだんね、もう邪魔くさくなってきちゃった。そう、もう耐えられない、耐えられない、この長さ。あ、なるほどね、ドアがあるから白飛びするのか。確かこれ黒いもんね。なんですけれどもね、見て、あ、ちょっと、あ、もう映ったらあれか、こう、そう、あの兄ちゃんのお部屋なんですけどここに、ちょうどこっちに兄ちゃんコレクションが飾られてて、思いっきし、あ、でも大丈夫かな、ちょっと名前この辺隠して、あ、いくちゃんの写真が飾ってある大丈夫かな。そう、ちょっとね、いろいろ写ってるのよ、あの野球の名前とかね、いろいろ飾られてあるのよ。そう、あと山田満さんにすごく昔に描いてもらった兄ちゃんの似顔絵とか飾ってあるのよでもちっちゃい子だから問題ないか。確かにこうしたら、ね、どうしようかな、けど勝手にこれを動かすわけにもいかんしな。そう、そこが困りどころなんですよ。私がちょっと奥に行ってばいいのかな、こうやってさあさあえー、前髪もう少し頑張る、頑張るじゃん、頑張ろう、頑張ってみるね、頑張る、伸ばす、頑張って、よし、あ、よくなった？本当？ちょっと今日は遠目でとか言って、多分すぐ近づいちゃうんですけどちょっと前後左右しながら配信していきたいと思います。そう、個人配信、個人のショールームが結構久々なんですよ。やっほー、みんな元気してたかな。そう、先週がショールームできなかったんですよね、私。そうなの、そうなの、だからちょっと久々になっちゃったんだけどね、元気かな前後左右ちょっと左右は間違えた、前後移動でした左右はちょっと必要なかったかな前後左右ね前後左右上下動きながらそう、なんかね、コメント読むときにすっごくアップでこうやって見ちゃう癖があるんですよねめっちゃ白飛びすごい白飛び。さんさん、え、嬉しい、髪型めちゃくちゃ褒めていただけるの嬉しい、嬉しい。そうだね、久々だよね。夕方に送った DM 届いた、あ、届いたね、楽しみ、楽しみだよね、ワクワクするね。ね、ちょっと結果、結果というか完成形も楽しみだね。いいね、いいね。そうそう、ラジオがねあったからね、なんか映像付き、映像付き顔面付きか、顔面付きがちょっと久々なのかもね。そう、ラジオは声だけだからね。そう。うんうん。間違い、キルンキルン、キルンキルンですか？見える？そういえば最近また松葉に行きました。キルンキルンですかね。うん。腹の下かゆ。そいや、そいや
それラジオトークなのよ。これショールームこれショールームなのよそう、そういや、そういや言ってね。そうそうラジオ部の配信めっちゃショールーム感覚で聞いちゃうね。そうだよね、私もね、ほんとたまにショールームと錯覚しちゃうね。それくらい素で楽しんでます。今日パリジェンヌ行ってきた。パリジェンヌですか。パリジェンヌです。アサラッチだね。パリジェンヌアイラッシュなんちゃらかんちゃらこうちゃらですそう、去年の夏に初めて松葉をしてからもうやめられない、止まらないですそう、ほんとカッパエビセンみたいな、カッパエビセンではないんだけどね。そうなの、やめられなくって最高だよね。ずっとまつげがキルンって上がってるんですよ。ハッピー、とっても。そうそうそう、そいや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 言ってね。そうそうそう、カッパエビセンなのよ。そうなのそうなのそうなんですそうね、楽だよね。そう、カッパエビセンだもんね。そう、カーブがカッパエビセンみたいなところあるよね。確かにね、カッパエビセンと確かにそう、めちゃくちゃ楽ちんなの。ネイルもやめられない、止まらないになってる。わかる、私ももうすっかり行きまくってます。これはね、いつ変えたんだったかな、割と最近。カレンダー見よう。そっか、携帯があるから配信中にカレンダーも見れちゃう。なんで便利なの。なんかさ、今までさそう地味に困ってたのが、あの結構あの前まではコロナとかの影響で結構全員でその場に集まれないから、オンラインでなんか配信イベントとかをメンバーズームで参加して配信イベントとかする時があったんですよ。それこそシャーベットピンクの時の特別配信とかそうだったかな。でもちろん現場にいないので、台本とか大まかな流れとかが、資料は全部携帯でデータで送られてくるんですよ。なんだけど私は携帯がこの1台しかなかったもので、そのこうズームをしながら台本って見れないじゃないですか。からほぼあの時は流れが分からないまま時に身を任せてやってました実はね、ここだけの話。そう、しかもね、その時とっても私の Wi-Fi が不調な時期で、そう、もう声が遅れてるんですよ、みんなの。そうだからとりあえずなんかみんなわーってしか、わーってしとこうみたいな感じでした、実はね。僕の今日の話とか言って、こんなみんな見てるとこで言っちゃったそう、だからすごく今便利で。あ、そう、何しようとしてたんだっけ。あ、カレンダー見ようとしてたんだね。先月の、あ、先月末くらい、先月末頃に行きました。かわいいでしょ、かわいいのしてもらったんだそう、まあ爪がチュルチュルしてるだけでもうね、楽しくなっちゃうよね。爪とか、なんか暇な時こうやって触っちゃう。白飛びしてるね。めっちゃ、あ、しなくなった。あ、分かった、いっぱい近づくと逆にしない。こんな近づけば
ちょっとこの辺でしますね。うん、楽しいよね。あー、白いしとるねしとるな、やっぱここだわね。まつげとかネイルとか、そう、あと美容室とかね、本当に月一の楽しみ。うん、白いね白いなよいしょ。足の爪もネイルしてるの。足はね、今やってないかも。そうそう、でも今度ね、来週かな、アイドルエッセンス公演があるのよ。そうだから、アイドルエッセンス公演はね、足の爪が出る靴なので、なんか塗りたいなとか思いつつ、うんうん。あ、おさんもネイルする？お揃いしようよお揃いしようよ。え、美容系の通ってるやつ全部の担当の方につぐちゃんの話しても、かわいい、嬉しい。なに、その会話聞きたすぎるんだけれども嬉しい、優しい。そう、でもなんかね私あれなんですよ、美容室とまつげやってるところはなんか知ってくださってる方で、いつもやってくださってる方がなんですけど、ネイル、いつも言ってるネイルは結構割と転々としてて、いろんなとこ行ったりしていて、で同じお店でもなんかいつもなんて言うんですか、担当の方を決めてやってなくって、そう、初めましての人がほぼだから、そうなの、結構職業とかを聞いていただけることが多いんですよ。なんて答えようかなと思ってみんななんて答えてるんだろうって、なんかね、職業アイドルですっていうのもなんかねちょっと自分で言うのもちょっとね、なんかおこがおいしいかななんて思ってねどう言ったらいいかなと思って、そう、一回いつだったかね、社会人ですって言ってみたの、年齢が社会人だから。そう、そしたら何系のお仕事なんですかって聞かれちゃったことがあって、あ、OL 系ですってめっちゃ嘘ついちゃった絶対 OL じゃないのに見た目的にももうありえなさすぎるのに、とっさの判断で、あ、OL ですって言っちゃったそう、OL 系ですって意味わからない日本語言っちゃったんだよね。そうなの、まだせめて OL ですって言ったらよかったんだけど、 OL 系ですって言っちゃった。なんかちょっとそのネイリストの子も、あー、 OL 系なんですねみたいな言っちゃった。すごい不思議な日本語使っちゃったと思って、とっさに出てきた単語が OL でした恥ずかしい。その後はですね、おふわさんってなんか飛んでっちゃいそうですねって、この間初めて担当していただいた方に言っていただきましたおふわさんってなんか飛んでいっちゃいそうですねって多分そうなの、声がよく裏返るからなのかな、なんかおばさんって飛んでいっちゃいそうですねって言われて恥ずかしかったそう、そう、どういう飛んでいっちゃいそうだったんだろうとわからないんだけど、飛んでいっちゃいそうですね、おばさんって、おばさんって面白いってすごい笑ってくださったそう、楽しい、なんか担当の方とかさ、初めてしていただく方とお話しするのすごい好きで、そう、結構美容室とかネイルとか話しかけてもらいたい派
しいよね。それは私のママもよく言ってる。え、つが空気とともに空に行きそう。どういうイメージなの。ママママ嘘、ママ会いたい。そう、楽しいよね、お話しするの。そうで、松葉もお話ししたいんだけど、本当に松葉って気づいたら寝ててびっくりする、ね、本当に爆睡しすぎて息かいてなんか不安になっちゃうくらい。そう、多分松葉ってしてもらってる時ずっと目閉じてるんですよ。そうだから多分もう多分自分が寝てるって錯覚しちゃうのかなんかわからないんですけど、寝ちゃうんですよね。めっちゃ寝ちゃう。そうそう、いいよね、楽しいよね、嬉しい。その会話、担当の方とかの会話に私の話を出してくれてるって嬉しい、ニコニコしちゃう、居合わせたい。そうね、松葉ね、寝ちゃうよね、心地よい、本当にそう、いいよね。松葉で寝れる人めっちゃ羨ましい。あ、必死に目開かないように戦って。確かに、でも本当に初めて、去年の夏に初めてしたんだけど、初めてした時はもう慣れてないから、もう目開けちゃいけないじゃないですか。もうなんか本当目開けたらどうなるんだろうみたいな。そう、怖くて逆に目つむれなくって。でもだんだんやっぱり慣れてきたらね、もうぐっすりぐっすりです。そうなの、うん、こんな感じでの時にツグの見せて、えー嬉しい、髪の毛とかかな、えー嬉しい、いっぱい乗せるね、嬉しい、そういうのしてもらえるの憧れてる、憧れてた、嬉しい。行くたびに新潟行ったって言われる。もう知ってくれてるんだ、把握済み。嬉しい、優しい、いいな、めちゃくちゃ嬉しい。うん、ちょっと松葉してくる。かわいい、お竿もキロンキロンになっておいで。人見知りすぎて話しかけないでオーラ出しちゃう。あ、でもね、あるよね、なんか話しかけてほしいタイプもいれば、もう話しかけないでくださいっていうタイプもあるもんね。確かにね、なんか前どこかの、どこだったか、松葉かな、すっごく前になんかアンケートみたいな、多分初めて行った時になんか話しかけてほしい派、欲しくない派みたいなアンケートがあって、こんなものがあるんだって思ってた、うん、いいよね。さあ、あと最近私ネイル知ってもらってる時も眠くなっちゃうんですよね。そう、でもネイルって結構あのこうライト入れてくださいとか、この指貸してくださいみたいなことが多いから寝るわけにいかないじゃないですか。いや、なんかうとうとしちゃうときあるんですよね、うん、からもう常に話しかけてていただきたい、お話ししてたい、うん、そうそう、あ、ホットペッパーとかもそういう欄、そっか、あるんだ、いいね、事前に言えるってね、いいよね、うん。赤ちゃん、ねえ、まぶたが勝手に閉じちゃって、どっちかって言ったらおばあちゃんかな。ねえ、そう、眠くなっちゃうんですよね。
いいよね。なんか寝て起きたらもう綺麗になってるみたいな。ありがたい。ありがたい。うん。美容院行くと寝ちゃって話せない。ねえ、美容院って眠くなるよね。もうシャンプーなんてあれはもう寝るためのものだよね。もう寝線にかかってるからしょうがないよね。最高。もう毎日美容室のシャンプー受けたい。確かに好きあらば寝てる。確かに。ねえ、いいよね。うん。親知らずって読むのかな、これ。親知らず抜いてもらうとき寝てたら麻酔事故と思われた。え、危ない。てか親知らず抜くときに寝れるのすごいね。なんかまだ親知らずをさ抜く経験したことがないか分からないけどさ、痛いんじゃないのかな。ね。でもそっか、麻酔とかをすると痛みを感じないっていうもんね。へえ、麻酔事故怖いね。確かに。うん、親知らずか。そう、親知らずね、多分まだないのかな。もしかしたら気づいてないだけであるのかな。親知らずって奥歯だよね、確か。あるのかな、もしかして知らないだけで。ねえ、あ、そう、親知らずはないんだけれどね、私まだ乳歯があるんですよ。前も話したっけ、ここ、前歯の両隣が乳歯なんですよ、まだ。そうだ、乳歯なんです、この赤やかなちびっこい歯。だからあの、今さら抜けたら歯抜けばあさんになっちゃうじゃないですか。だからさ、今抜けたら本当にどうしようと思って、結構毎日そわそわしながら生きてるんだよね。そう、まだ赤ちゃんの歯なんですよね。ね、イントネーション違う。なんて言うの、入試。入試か。そう、まだ入試なんです。なんかわかります、ちっちゃいんです、ずっと。うん。ね、試験の方になっちゃう。大丈夫、歯抜けたらインプラント私に払わせて。なんでインプラント払ってくれるの。めっちゃ面白い。じゃあもし抜けちゃったらこっそり教えるね、こっそり、あの、入試が抜けました。こっそりこっそり教えるね。本当にね、ここって一番見えるじゃない、前歯の次に見えるところじゃない。しかも両方なのよ。抜きたら大変よ、今ここ。どうしたのってなっちゃうよ。うん、あ、あれ、乳歯、あ、乳歯か、乳歯、そう、乳歯です、乳歯、乳歯。乳歯だ、乳歯の乳歯、乳歯。私今まで何て言ってた、乳歯、そう、乳歯が言いたかったの。乳歯ですね、そう、下がる方だね、乳歯。お金ないからピーナッツでいい。ダメだろ、ダメだろ、ピーナッツ。ダメでしょ、絶対入んないでしょ、ここにピーナッツ。しかもふとした拍子に絶対ポコンって抜けるじゃん、ピーナッツだから。びっくりするでしょ。
歯として見えてたものが急にピーナッツになって食べ始めたらびっくりするでしょみんな。ないでしょ。とんがりコーン、とんがりコーンもちょっと特大だな。しかもちょっともろいな、とんがりコーンな。口閉じとけないもんね。ね、歯がなくなったって押し続けます。言ったね、言ったね。本当かな？言ったね。歯抜けても知らないからね。絶対だよ。言ったからね。たまにつまめるね。ちょっとお腹すいたなじゃないのよ。はあ、面白い。オークション、誰が買うのよ。誰もいらないでしょ、入手。はあ、面白い。コーンは意外とおすすめ。待って、経験者なの。もしかして経験者。おすすめしてくれたけど、もしかしてしたことある感じ。確かにコーンだったらワンチャンいけるかもね。ね、ちょっと白目のトウモロコシあるじゃない今ね。経験者いたわ、まさかの。面白いな。でもいいかもね、歯抜けアイドルって新しいかも。10万じゃないのよ。高すぎるでしょ。いらないよ。19年寄り添った入試、誰が10万で買うのよ。ノーちゃん。ワンちゃんなかったか、ワンちゃんなかったか、そっか。面白い、本当に。割れた。はあ、はあ、面白い。どうしよう、あといつだけやるんだろう。一回行った方がいいよね、多分こういう歯医者さんね。だってちっちゃいもんね。ちっちゃいもんね、確かに。うん、シャアなし15万出すか。なんで値上げしちゃってんのよ。せめて打ち切りしなさいもん。高すぎるからね、10万。はぁ、面白いね。記念版のアクキー希望です。いらないでしょ、誰が買うのよ。入試のアクリルキー、いらないでしょ、こんなちっこいんだから絶対すぐなくすんでしょみんなね。はあ、はあ、面白いな。え、歯科衛生士の友達が全然そういうパターンあるから心配、心配いらん言うてたで。本当？なんか今すっごく安心した。よかった。いい、でもいつか見てもらいたいな。もしかしたら乳歯じゃないかもしれないしね、私が思ってるだけで。でもね、これは確かに乳歯なんだよ。ちっちゃい頃のね、写真を見返しても同じ歯してるの、ここだけ。あとね、ここが抜けた覚えが本当になくって、うん。歯買うために1年おしゃべり会我慢しなきゃ。そんな高いの、私の入試。そんなに1年我慢するほど。なら絶対におしゃべり会に来い。
絶対におしゃべり会を優先しな、それは。あー面白い。はあ、つむちゃんの歯出して笑ってる写真少ないから歯見てたらドキドキする。え、本当？めっちゃ歯出して、そう、すごい癖でね、笑うとき絶対こうやって笑っちゃうんですよね。あと写真とか撮ってもらうときも大体お口閉じてしまうので、確かに。今度からちょっと歯出した写真も載せちゃうかな。ドキドキして笑っちゃいたいからね。確かにあんまり歯出してる写真ないかもね。うん、何？極小歯って読むのかな、極小歯っていうのがあるの。そういう種類なのかな。うん、食費も抑えないと。やめなよ、食べ物の方が大事だから、圧倒的に私の歯なんかより。みんな美味しいもの食べて。ねえ。はあ面白いな、みんなって本当に面白い。そう、ケーマでもするか。宝くじが当たればね。ケーマも当たればね。面白いな。こんばんはってきた、こんばんは、こんばんは、ニューシー。はあ、え、もう30分？本当だ。あ、真っ白で全然見えなかった。嬉しい、いいね、なんかこうやって携帯も見せれるっていう。ギョルギョンちゃんです。大好きなギョルギョンちゃん。早い。そう、今までさ、私あの前まで自分のお部屋で、そう、なんか春とか秋とかは自分の部屋で配信してて、で冬とかになると、あと夏とかはね、そう、暑かったり寒かったりするからお兄ちゃんの部屋でするんだけど、時計がね、まあまあ時計が狂ってまして、私のお部屋。そうだから、こうやって見れるの便利ですね。これからも時間完璧に把握。そうでしょ、時間バグってないでしょ、正確なんですよ。え、大好き、可愛いよね。そう、私プロデュース101をずっと見てて、でその一番最初の紹介がその女の子グループのやつだったんだけど、そこからもうずっとギョルギョンちゃんを応援してて、でデビュー決まって IOI になってからもずっとギョルギョンちゃんを応援してて、あとプリスティンの時もずっとギョルギョンちゃんを応援してて、で今はもう中国でモデルさんとか女優さんとか俳優産業かな、タレントさんとかねしてるけど、今もずっと好きで可愛いんですよ。もうギョルギョンちゃんフォルダがあるくらい大好き。あ、はじめまして、初見です、嬉しい、こんばんは、ありがとうございます。うん、よいしょ。お、この前金継ぐ声になったつまめさんじゃのカフェに行ってきました。あ、もしかして金継ぐで行ったところかな。嬉しい、行ってくれて本当に毎日通い詰めたいくらい素敵なところ。私寝てるつぐみちゃんがロック画面、あ、ねえ、なんか前送ってくれたよね、ヤヒが撮ってくれたやつ、え、
嬉しい。なんか自分のことをさ待ち受けとかにしてもらえるの本当に嬉しいんだよね。だってさ携帯ってまあ毎日見るじゃないほぼ。でさ開いた瞬間にさまあ見るじゃない、顔が出るじゃない。一回は私のこと見てくれてるわけでしょ。嬉しいよね。だって私もさこうやって待ち受けにしてるからこうやって見ちゃうもん。から嬉しい、めちゃくちゃね。そうランドさんいいよね、美味しいしカフェも可愛いし、うん、店員さんもすっごく素敵な方なの。待ち受けも録画面もつくじゃん、嬉しい、本当に嬉しい。みんなのスマホにお邪魔させていただいて、お邪魔してますお邪魔してます本当に嬉しい。そうだからね、結構私は縦で写真を撮ってもらうようにしているんですよ。実はそんなこだわりがあります。そう録画面とかさ待ち受けとかってさ、あとストーリーとかに載せる時もやっぱり縦画面だとさ全面にバンってできるじゃない、サイズぴったりだから。だからなるべく縦で撮ってもらうようにしてて。そうなの、それが嬉しくてうん、待ち受けキティちゃんからつぐちゃんに変えねば。とんでもない、キティちゃんの方が優先キティが優先だよ可愛いよねキティちゃんね。サニュー店よかったね、可愛かったね。よいしょ。もしね変えたいなって思ってくれたらぜひお邪魔させてください、スマホに。嬉しい。ずっとシェリーメイだ、クマ違いクマ違いだった可愛いよねシェリーメイちゃんね、本当に可愛い。後ろ姿とか横側とかちょっと見えるかなくらいの写真が私好き。ああのねバレそうなやつね、バレそうでバレなそう、うん、あれバレなさそうでバレなさそうかな写真ね、ちょっと似合わせみたいなね。いいね、そういう写真載せていきたいな、いっぱいね。後ろ姿の写真とかね待ち受けにしてもらえるのも嬉しい。最近の写真ないかな。あ、それこそサンリオ店で友達がいっぱい後ろ姿撮ってくれためっちゃ白飛びしてる超白飛びしてるこれは必死にタッチパネルに触れている私ねえ、なんか写真いっぱい載せるね、いろんな。そうキティになれたらつぐちゃんの求愛そうキティちゃんに求愛行動してきたんですよ、サンリオ店で。可愛かった、おっきいキティちゃんがいたの。うん、そう何をどうしてる写真そう真っ白すぎて見えないよね。なんかねあのサンリオ店の一番最後の部屋って本当に終盤の方になんか大きいスクリーンみたいなのがあって、なんかねいろんな、例えばキティちゃんだったらあのキティちゃんのリボンあるじゃないですか、特徴的なあのリボンがなんかふわふわふわって動いてくるんですよ。でそのリボンを手でファってタッチするとキティちゃんがファって出てくるの。ちょっと言葉で表すの難しいんだけど、そうなんか手多分タッチで反応するのかな。そう、それが楽しくて、そう、そうそう、触るとキャラクターがファーって出てくるタッチパネル、タッチスクリーンっていうのかな、そうみたいな感じになるのがあって、それをやっ
ってる時必死にこうやってそうそうそう、後ろ姿だとガチでツグが自分の彼女なんじゃないかって錯覚しちゃうの。えー、かわいい彼女にしていっぱい載せるね、後ろ姿の写真。サンリオの推しは変わってない。え、変わってない。え、うちは嬉しい。そう、シャンリオだってサンリオの推しはずっとピアノちゃんが好きで、マイスイートピアノちゃんとマイメロちゃんのお友達なんですけど、そう、でもサンリオ店にはね、あんまりいなかったピアノちゃん推し。でも本当にね、サンリオの考え方というか世界観が素敵すぎて癒されました、すごく。そう、サンリオが好きって方は絶対に楽しいし、サンリオ初心者だよって方もすごく楽しい展示会だと思う。なんかね、昔のサンリオとかすごく貴重な、あの、なんていうの、キャラクターが完成する前の絵コンテっていうのかな、とかが展示されてたりとか、すごい楽しかった。そう、ピアノちゃんが好きなの。そう、すごい素敵。就活生のコメントかちょっと完璧なコメントしちゃった本当に良かったの、もう楽しかったんだよね。そう、なんかね、いろんな歴史が書いてあるというか展示されてるんだけど、あの、昔のサンリオの職場の貴重なその時の写真が残ってて、それを見たら、なんか可愛いものは可愛いところにいないと作れないっていう、ちょっと言葉ちょっと違うかもなんだけど、そうってことで、もう職場がめちゃくちゃメルヘンな職場なんですよ。なんかいちごのお家とかになってたりとか、なんか作業部屋っていうのかな、がすごく可愛い空間になってて、こう一つ一つお部屋になってて、すごい、なんかその考え方ってめっちゃいいな、かわいいなって、メルヘンって思ってた。そう、いいよね、かわいいよね。つぐちゃんのメール楽しみにしてます。つぐちゃんのことをしましし、ました。嬉しい、ありがとう。ちょっとね、この後送るね。嬉しいメール見てくれ。ケロピが好きです。かわいいよね、ケロピもね、いたよ、サンリオで。そう、なんかそれぞれキャラクターを一人ずつ紹介する欄みたいなとこあって、そう、ケロピもいた。男性、あ、そう、でも結構男性の方もいらっしゃいました。そう、から全然関係ないと思う、関係なく楽しめると思うよ。うん、前は昔からポチャコやな。かわいいよね、ポチャコいっぱいいた、かわいかった。うん御社の世界観に共感し、私も御社を好きになったため、ぜひ御社で働きたいと思い志望いたしました受験でやるやつね受験の時とかね、御社っていうやつね、御校とかね、音符は違うかね、就活するやつね面白いテンプレね、いいよね、かわいいよね、サンリオ。あー、すみっこ暮らしね、私は好きよ、かわいいよね、ハマってましたね。うん、アニメ版マイメロが大好き。わかる、私を見てました、お願いマイメロディ。うん、かわいいよね、サンリオの世界観いいね。来世はサンリオのキャラクターとして生まれたいな
そのいいその世界観に浸りたい。え、優しい優しいこと言ってくれる。御社が読めてるのすごい満点優しい。御社が読めて褒めてくれた。偉いでしょ、御社読めるんだ。うん、かわいいよね。いいよね、スイカ暮らし。なんか癒されるよね、キャラクターってね。そうそう、かわいいよね。ねえ、そう、ピュアロランド行ってみたいんだよね。まだ一回も行けたことがなくってね、いつか行ってみたいなって。そう、年パスいいな、行きたいね。サンリオ総選挙ね、もうそんな時期か。アニメのマイメロのお母さん強いよね。そう、本当にもう本当にもう強い女なんですよ、強い女そう、しかも絶妙に辛口で面白いね。そう、そんな中私はめーしか言えないピアノちゃんが好きですかわいい。そう、めーしか言えない、かわいい。みんな割としっかりした日本語喋ってるのに、ピアノちゃんだけめーしか言わない、そこが好き見た目ももちろん好きなんだけどね、そんなとこが好きです。うん、いいよね、ピューロランドね、行ってみたいな。そっか、もうそんな時期か。そう、あとはグデタマもすごく好きで、そう、ピアノちゃんとグデタマに毎年そう選挙は応援しまくってます。うん、かわいいよねあ、プリンくん好きなの？かわいいよね。もうサンリオのキャラクターって全部かわいいね。かわいいよね、ピアノちゃん、かわいいよね、癒し。そう、かわいいんだそうそう、サンリオのオタ活グッズ、ピアノちゃんなくてない。なんかそう、ピアノちゃんがね少ないんですよ、何かとグッズとかね。なんか結構いろんなところでサンリオとコラボとかしてるものとかあるじゃないですか。なかなかピアノちゃんがいないんですよね、悲しい。マイメロちゃんももちろん可愛いんだけど、お友達のピアノちゃんも寄せてあげてって思ってる可愛い。ピアノちゃんもグッズ化されたい、されてほしいね、たくさん。本当に可愛くて大好き。なんかあのふわふわしてる感じがめっちゃ好きなの。そう、ハンギョドンもいいね、いいですね。あ、あと5分、ありがとう。本当だ、もうそんな時間。じゃあスクショかな、スクショかな。待って、私今日今思ったんだけどさ、あの入試の話とサンリオの話しかしてないいや、びっくりしちゃった。あっという間に1時間終わったと思って、何話したっけって思い返したら、しかもほぼほぼ入試で時間取ってたよね。ね、サンリオなんて後半だったもんね入試の話でした。今日は入試配信でしたねいやー面白いなまさかのほぼ入試で終わるっていう。よし、
面白いな。2分くらい兄貴の話がありました。兄貴2分、入試20分くらい。全然差がすごい。あー面白い。はあ、よし、じゃみんなぜひ入試をスクショしてください。入試これ見えるかな。入試さあ、とここは犬種。犬種って言うんだっけ。犬、犬っていう歯なんですよ。絶対同じポーズしたスクショ持ってる。前もやったっけ。なんか前もさ、ショールームですっごい入試の話を永遠とした記憶はあるんだよね。前渡しちゃった。多分ね、あと3回後ぐらいのショールームでもう一回話すると思う。忘れたところで。そうそうなの、入試問題ね。あとなんかポーズあるかな。あ、だだだ、ちょっと遠ざかってみようか。白飛びがすごいもんね。わかった、これだ。これ黒だからってこと。あ、でもそうでもないのか。あ、そうだ、これだね。なるほど、これが原因だったか。じゃあなるだけ手を上げずにできるポーズ。むずい、袖が映らないようにポーズするの。難しい。あ、爪見せて、見せちゃう。あかな。あそうなの、ちょっとぎこちない。肩上げないでもらっていいですか。あー面白い。耐えたかな。耐えてないよね。私動きまくっちゃって申し訳ないな。はあ、出たかな、出たかな。頼むから止まっててください。本当に申し訳ない。スクショしてくださいとか言っといて全然止まらないの私じゃんね。動いちゃうんですよね。むしろ。どう、出たかな。うん、今ショートビしてない。
と夜と潮飛びしないのかな。よし、じゃあのんびりとランキングも読んでいきたいと思います。じゃあ読んじゃいますね。いくよ。13位がタロさん、ありがとう、嬉しい。そして12位が茨城のゆうきさん、ありがとう、またそして11位がりゅうさん、ありがとう、嬉しい。そして10位がジャンマ、ありがとう、かわいいが出たわ、ありがとう。そして、9位がニムちゃん、ありがとう、かわいいコメちゃん、嬉しい。そして、8位がお、モーセ、よっけモーセさん、よっけモーセありがとう、嬉しい、かわいい、変わってる。そして7位が前田さん、元気ですか、ありがとうございます、嬉しい。そして6位がつぐみん、かみおいしいしょうくんさん、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。そして5位がラブポテトさん、ポテトさん、ありがとうございます、ブロッコリー、嬉しい。そして、4位がえいきさん、ありがとうございます、パンダかわいいパンダのアバター、ありがとう。そして第3位が1年9組33番、1年9組33番ってあってるのかな、ちょっと読み方違ったごめんなさい。1年9組33番さん、ありがとうございます、嬉しいです。そして第2位が松本さんありがとう、嬉しいです、ありがとうございます。そして第1位がシャフィさん、嬉しい、みょうにちよろしくも、ありがとうございました、嬉しい、どっちも追いに来て1位になってくれてありがとうございます。はい、ということでランキングの皆さんも、ランキングじゃない皆さんも、今日は見てくださってありがとうございました、嬉しい。今日は木曜日かな、明日で平日もおしまいだ、あっという間だ。明日もね、一日応援してるので、週末まで一緒に頑張っていきましょう。週末にはラジオトークがあります。嬉しい。また週末ね。週末一緒にまったりしましょう。ということで、これからメール送ります。待っててね。ありがとう、みんな。あじゃあまた来週かな、配信しようと思うので、また遊びに来てください。バイバーイ、またねー、みんな来てくれてありがとうございました。バイバーイ。